508CSMM。後方は1947年頃のマイナーチェンジ型 1100S1100R フィアット1100-1200はイタリアの自動車メーカーフィアットが1937年から1969年まで生産した小型乗用車のシリーズである。1100と総称されることが多いが、 フレーム車種を備える1937年から1953年製造の旧シリーズとモノコックボディを備えた1953年から1969年製造の新シリーズに対別され両シリーズに共通するのはエンジンのみである1932年以来生産され全構成ボディ油圧ブレーキを備えた近代的大衆車で市場での 成功を収めていた508、バリーラの後継者として1937年に発表された。さらに小型の500、トポリーノと直列6気筒エンジンを持つ中型車の1500の中間車種となる。トポリーノを拡大したような魅力的な流線型スタイルの4ドアピラーレスセダンのボディ、前輪独立サスペンションなどの進歩的な設計は、 トポリーノの開発に携わったダンテジアコーサが担当した。開発段階では、後輪も独立喧嘩にすることが検討されたが、コストの制約から実現しなかった。1932年に設計されていた旧バリラ系の 1000cc サイドバルブ、3ベアリングクランクシャフトの直列4気筒をベースとし、そのスポーツモデル用であった、排気量を拡大し、ヘッドを、 オフとした 1089cc32 バリー機のエンジンを流用し、トランスミッションは4速 MT とされた。実用的な小型4ンザベルリーナとして設計されて、いたにもかかわらず、居住性、操縦安定性、そして最高速度実測 110km の動力性能は、いずれも当時の欧州における同クラスサルーンの水準から抜きんでており、 ことに旧式な設計の大衆車が主流だった、英国では、スポーツサルーン扱いされるほどの評価を得た。さらにこのシャーシとエンジンをベースに、前衛的な潮流船型のに、シータークローズドクーペボディを与えた、レーシングモデル 508CS、ミル・レミリアが1937年から1940年までの間限定生産された。 1100cc のまま 42hp まで強化されたエンジンと空力特性のおかげで時速 140km に到達実際にレースフィールドでも活躍したさらにこのモデルは 1100S と名を変えフェースリフトの上1947年から生産が再開されて1950年まで限定生産最終的には 51hp 時速 150km に到達して終戦後間もない復興期の欧州レース界で活躍を見せた。フィアット自社のみならず、1940年代後期以降のイタリアで勃興した中小零細のスポーツカーメーカーにも1100のエンジンは適度なサイズと価格、そしてチューニングポテンシャルの高さから愛用され、少量生産の小型スポーツカー多数が1100、 エンジンをチューンして、搭載、高性能を競った。本来の 508C シリーズは1939年には、フェースリフトが行われ、フロント部分が、当時の米国車スチュード・ベーカー風のデザインに改められて、1100バイト、となったが、スタイルのバランスを欠き、魅力を大きく失った。1100バイトは、第二次世界大戦を挟んで生産され、 1949年には、後部にトランクを追加した 1100E となった。なお、ファシスト政権の崩壊に伴い、戦後の1100シリーズは、ファシスト党に迎合したバリッラの名を外している。508シート1100バイトのロングホイールベースの車種も作られ、タクシーや商用のライトバンに用いられた。 1953年のジュネーブ自動車ショーでフルモデルチェンジを受けた新型が発表され完全な戦後型に生まれ変わった。開発コードネームによりこの時期の1100は1100-103と呼ばれる。508シート同じく設計はダンテジア交差でフルワイズのフラッシュサイドスタイルをとって小型化合理化された車体の構造はモノコックとなり 前輪サスペンションはより一般的なダブルウィッシュポーンに改められた。バリエーションは当初は廉価版のエコノミカ、通常型のノルマールの4ドアベルリーナと横ヒンジ式のテールゲートを持つ5ドアファミリアーレだったが間もなく圧縮比を高めキャブレターをツインチョーク式ウェバーに変えて 50PS を発揮する高性能版の TB が追加された。1100TB の外観は フロント中央のドライビングランプが特徴であった。1956年以降、1962年に 1100D に交退するまで、フロントグリルの変更や、サイドモールの追加などで徐々に厚化粧になっていたが、特徴的な前開きドアは変わらなかった。また、1955年には2ドアコンバーチブルの11、1100TB-103E トラスフォルマービレが登場した。 当時のアメリカ車のオープンカーの影響を多分に受けたデザインでベルリーナ同様のコラムシフトであった。1957年11月の鳥の自動車賞に1100の上級モデルとして1200グランルーチェが登場した。これは1100から 103TB の後継車として登場した車種でエンジン排気量は 1221cc に 拡大され出力も 55PS となった。外観上の特徴は通常の後開きとなったドアと広いリアウィンドウである。1959年にはオープンモデルは全く新しいピニンファリーナ製ボディを持つ1200カブリオレとなり、1221cc エンジンを与えられて継続生産されていたトラスフォルマービレーに交代した。カブリオレには その5 DOHC エンジン搭載の1500が追加、同時に、シャシーも上級の1300、1500用に切り替えられ、1100、1200シリーズとは別の道を歩むこととなる。1200グランルーチェは、約40万台を生産して1961年9月に、生産中止となり、1300ベルリーナがその後を継いだ。 上級版の1200を1300ベルリーナに引き継いだ。翌年、ボディデザインを若返らせて、ようやく前ヒンジのドアを装着した、1100D が登場した。1200グランルーチェのデザインをよりシンプルにした 1100D へのマイナーチェンジは成功で、1960年代、前半の小型車の代表格として、売れ行きは引き続き好調であった。 1100D はインドでも1964年からライセンス生産が開始され、プレミアパドミニとして2000年まで生産され続けた。最終型の 1100R は1966年に発表された。車体はボディ前後が延長されてかどばり、同年に登場した上級型の124人に似た、モダナイズされたデザインとなり、 テールフィンは廃されて850と同じ丸く赤いテールランプとなった。また、124と競合しないよう、1100D で選択できた 1221cc エンジンは落とされ、1089cc48 馬力のみが用意された。初代バリラ用に改良を重ねた1937年以来のエンジンや、1953年以来の フレーム形式も在来型の踏襲であり、さすがに球体化は歴然としていたが、それでも 1100R はシリーズで初めてフロアシフトとなり、プロペラシャフトも三分割化され、前輪にはディスクブレーキも装着された。1100R は1969年、新しい前輪駆動車、フィアット128と世代交代し、 32年間に及んだ1100シリーズの生産に終止符が打たれた。ありがとうございます。